これ松本、木を見て勃起して、木何したって本当ですよ。あのー、小学校6年生の時に、こういう木があったんですよ。あのー、うちの小学校の、こう、こういう木があったんですよ。ちなみに、この木の名前は今でも覚えてる。プラタナスって言ってました。はい、僕の小学校の、あのー、運動、運動ってか、まあ、あの、なんだアスレチックのそばに、プラタナスの木があって、これ見て、めちゃくちゃ、 小学校の時って、小学生の時ってさ、やっぱ、こ、この形でも浴場するんだよね。まださ、前頭葉が発達しないから。今、見に行きてるな。いや、でも小学校入れないんだよな。今さ、入るんだっけ入ったら怒られるっていうか、きついよね。木ってさ、こういうのもあじゃん。こういうさ、あの、たまにあるんだよ。こうやってさ、しいたけでこうやって生えてる木のさ、こう,こういうさ、 こんなさなんかこ,こういう年輪あるじゃんなんか割,割れた年輪なん,かなんかねあのいろんな木ってねなんか俺いろいろ思ったんですよねあるよねそうっウロあウロって調べれば分かったウロスペースキーで出てくるうわエッチだなこれみんな すごいだ木ってエロくないマジで。木ってほんとエロいと思うんだよね、俺。おなんか思い出すわ。いや、可愛い,い。<laughs> 何これいや。木ってほんとエロいと思うわ。でもこれ、でも俺と同じ気持ちの人いるよね、きっと。うわーこれはすげえわ。でも最高な。 ウロねえかな俺の中での最高の色すまんわからんわああ,あ,あこれとかいいねこれとかいいろだわこれとかこれなんでできるんだろうねこれねどうやってすごいよねやっぱこう長年生きてないとこうならないよねあ,あそう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 こ,こういうのこういうのこうま,まさにこういうのまさにこういう感じ うちのプラタナス、これ入根って言うんだ、これ。ああ。これ。まさに。まさにこれだよ。これがね、やっぱね、小学校の時はね、なんかセクシャルだったんだよな、すごい。入、う、根、ん、っていうのがあるんだ。ちょっと、これ知らなかったな。勉強になるな。入根ね。ダメだ。入根って <laughs> あるらしいわ。実際、解剖学的な名前で。じ実際の人間の 乳首の根っこのとこを入魂ってらっしゃる。この木のサイトで抜けるか試してみて。ちょっと、木、マイスターからしたら。俺多分38、今でも多分俺、木、マジでムラムラするんだよね。うわーやっぱ木ってすごいわ。木ってすげえや。すごいじゃん、これ。ど、どうなったらこうなるのこれ。なんか木からしたらイボみたいな感じかな。はははははは。 すげえすげえこれいや、え、マジですごいな、これ。かわいらしいな。かわいらしいわ。ああ、これはキスしてみて、感じが。違うな。もう、もう。うわあ、すごく。木ですよ、これ。木ですからね、これ。 うわー,うーわ、すっごなんでこうなっちゃうんだろう。そっちが来るわ。なんでこうなっちゃうんだろう。なんでこうなるんだろう。うーわー。だって、このさ、人、絶対笑顔だもんね。これ、クレヨンしんちゃんが笑うときのさ、 あのー、画角なんだけど、絶対笑顔だもん、これ。すーげえ、アップしなくていいんだ、別に。うわー、美しい。美しい、これ。うん。うわ、美しい。マジですごい。精霊だよ、これ。<laughs> もういいって。<laughs> こ,れこれは、これもいいよ、もうこれは。 人間の想像力ってすごい。そうですね。木からしたらただ私は育っただけなのに。自然の流れでこうなっただけなのにああ。そうですね。やっぱ人の、やっぱ人の見るそのフェルターですよね。汚れちまったんすな。汚れちまったね。私たちのメガネは。